き叫ぶ声で、ヒバラ姫は目を覚ました。はあ、なんて迷惑。文句の一つも言ってあろうと、泣き声の主のもとへ走ってみれば、そこには、愛おしい妹の首を抱えて、泣きじゃくる兄の姿がありました。ごめんね、ごめん。僕が拒まなければよかったんだ。ヒバラ姫がどんなに呼びかけても、ヘンゼルは涙を流して叫ぶだけ。その首が妹なの？震えてる。震えてる。ああ、ダメだ。この人、もうこの世界にいないのね。妹は僕を愛していた。僕も妹を愛していた。でも、その愛には違いがあった。
毛は白昼夢の中に、私は穏やかな眠りの中に。互いに互いを尊重しましょう。妹の愛は肉欲だった。それこそ僕を食べたいほど彼女は僕を愛していた。ブツブツとつぶやきながら機械的にナイトメアを倒す人、安全装置にちょうどいいかも。
だから僕は彼女をかまどに。戦いは狂った人にお任せで、私は睡眠時間を確保する。グーグー、すやすや、いい感じ。肉が焼ける音、血と油が弾ける音、かまどの中で妹がゴーゴーと燃える音。
て、兄様。全ては兄様のために。叫び出すヘンゼルのせいで浅い眠りから現実へ。勝手に戦ってくれるのは便利だけれど、睡眠妨害は我慢の限界なのでした。戦うなら静かに戦って。クレーテル。クレーテル。突然叫び出さぬ。はあ。とため息をつく茨姫。その背後にナイトメアが現れました。ちょうどいいわ。眠りを邪魔されてイライラしてたの。八つ当たりの茨のトゲがナイトメアに向かって伸びていく。姫の怒りを表すようにトゲは太く鋭く無数に生えた。
私のトゲよ、全部きれいに刺し殺して。それが信じるの。眠りを邪魔するものは全部死刑。だってその人もう死人と同じでしょ。グレーテル、僕の妹。ぐちゃぐちゃになるまで、骨を砕くまで、ヘンゼルは敵を切り叩く。許しておくれと泣きながら、自分が殺した妹の名を叫びながら。さて一方、八つ当たりをしてすっきりしたイバラ姫は新たな寝床を探し求めて歩き出す。虚毛のヘンゼルと睡眠のイバラ姫、それは出会いですらなかったお話。